赤コーナーがチャンピオンの堀亮成、そして青コーナーが挑戦者の長谷川海人となっています。さあこの戦い、財務さんどこが注目ポイントになりそうでしょうか。この試合はですね、はい、まあ、チャンピオン堀選手攻防のテクニックが非常に優れてますし、まず、はい、ガードも結構しっかりしてますのでね、挑戦者の長谷川選手、そのガードをいかに崩してタイトルを奪取するかというのが見どころだと思うんですけれども、まあ、簡単にはガードを下げてくれないと思いますのでね、チャレンジャーの長谷川、王者の堀に対しては、まあ、トリックの動きをしてくるイメージなのに、勝ち方については落ち着いて焦らず自分のスタイルでいきたいと、まずは挑戦者からだっています。さあ第1ラウンド1分30秒対しますチャンピオンの方はガードをそこを見ながら相手の動き、さらには手数を出していきます。チャンピオンの堀亮成、チャレンジャーの長谷川に対してはいい選手、3度目の対戦ということになるので、今回は相手に何もさせず圧倒して勝ちたいというそういった意気込みも語っています。さあ少し前取りながら、どうぞ、チャンピオンの方が少しこう足を出しながら、キックを出しながら、そして自分の前を作ってる感じがしますが、いかがでしょう。そうです、はい、ただですね、長谷川選手、左のミドルキック、ローキックですね、はい、左の蹴りをもう少し対応した方がいいと思うんですがね、はい、その後そのキックの部分で対応という大事になります。ここは少し首を持って相手にプレッシャー、攻撃を与えていきました。残り時間あとわずか、今度はパンチの応酬、リングサイド、ここで第1ラウンド終了。財務さんいかがでしょう、この第1ラウンド。そうですね、この試合もですね、若干今王者の方が自分のペースで進めてるのかなというふうにも見られましたけれども、はい、長谷川選手としたらですね、挑戦者ですから、もっともっと左の蹴り、先ほども申し上げましたように左を多用して試合を展開してもらいたいと思うんですけれども、はい、どちらかというと第1ラウンドだけで見ますとチャンピオンの堀の方が自分の間合いですとか攻め方、まあ、形ができつつあったと。そうですね、はい、ガードも先ほども申し上げましたように、しっかりというか相手のパンチとか蹴りを防御してましたのでね、はい、さあ間もなく第2ラウンド、ラウンド2、チャレンジャーの長谷川とすればその第1ラウンド、財務さんの指摘があったキックの部分、そこを修正していきたいところ。まあですね、こう自分のリズムを掴んでいくっていうのがまずやはり大事ですよね。そうです、はい、今のところですね、王者の方が自分のペースで試合を進めているように思うんですけれども、ね、はい、まあ、長谷川選手としたらですね、兄弟でタイトル戦やりますので、まあ、兄弟2人揃ってね、はい、王者になりたいという思いが強いですから、ただ簡単には王者の堀もベルトを渡したくないですからね。さあここおっと回転、回し蹴り、激しいキックの応酬、リングの中央、チャンピオンそしてチャレンジャーともにここは激しい攻防となっています。残り時間30秒、残り時間あと30。さあリングサイド追い込んだのはチャンピオン、蹴りダメージを与えていきます。チャンピオンの方はこう一気にスピード速く前に攻め入る、そういった形になってますね。そうですね、はい、チャンピオンの方ですね、堀選手、はい、左の前から第2ラウンド終了です。ローミドルと、まあ、基本的にその技ができてましたのでね、はい、さあ第2ラウンド終了、まだどうでしょう、やや王者有利という感じでしょうか。
そうですね、はい、はっきりした差は出たようにも思わないんですけれども、うん、審判がどう見ますかね、はい、まあ、回し蹴り両方堀あるいは長谷川それを繰り出していくという、まあ、それも決まった場面も一つ二つあったと思いますからね、はい、まあ、一つ言えることはですね、はい、王者の方が自分のペースで試合を運んでいるようには思いますけれども、このチャンピオンの堀良成、まあ、僕に唯一あるとすれば努力をするセンスがあるというその努力、チャンピオンとして日々怠らず今日に向けて重ねてきました。対するチャレンジャーの長谷川海斗はバチバチの打ち合いで盛り上げていきたい。さあラストラウンド第3ラウンド、そのバチバチの打ち合いに持ち込みたいチャレンジャー長谷川、対する王者はその日々の努力それを見せつけたいところ。あっとここは足、少しレフェリーが注意を与えました。さあここはあっとダウンではありません。さあ今さんここまでどうでしょう。このラウンドですね、はい、長谷川選手絶対取りたいという思いがちょっと伝わってきたというか構成に出てますのでね、ぐいぐいこう前に出ているような印象がありますね、1ラウンド2ラウンドよりも若干ギアを上げてきたというか、はい、そういうふうには見えますよね。チャンピオンはどうしてもそれを受け身になってはいけないですよね、はい、しっかりとこう手数を繰り出しながらかといってこう決定打を受けないようにということも大事ですからね。さあ残り時間30、タイトルマッチとなっています。チャンピオンの堀、そしてチャレンジャーの長谷川。それとも防衛か。まだまだ両者の目は死んでいません。闘志に満ち溢れています。ここで試合終了。財務さん特に第3ラウンド見応えのある戦いになりましたがいかがでしょう。そうですね、第3ラウンド長谷川選手ですね、はい、若干押されてたような感じもありましたけれども、あの 1,2 ラウンドはあのよく盛り返したというか、はい、まあ、微妙な、これもこの試合微妙な判定になると思うんですけれども、はい、さあこの戦いマッチアップも判定戦へと持ち込まれて今その判定集められてまもなく発表となります。判定に交差します。ジャッジ二宮29対28、赤堀ジャッジ選手30対29、青長谷川ジャッジ小原29対28、赤堀二宮の勝ち、勝者赤堀良成。判定2対1でここはチャンピオン防衛堀良成の勝利となりました。